岸田総理大臣は訪問先のカンボジアで韓国のユン・ソンによる大統領と3年ぶりとなる正式な日韓首脳会談に臨みました同行する篠原官邸キャップの報告です実に3年ぶりとなる日韓首脳会談は45分間懸案の元徴用工問題で進展は見られませんでしたが岸田総理がそれでも正式な首脳会談に踏み切ったのは日韓共通の脅威の存在があるからです 旧朝鮮半島出身労働者問題については、ニューヨークでの私とユン大統領の指示を受けて、外交当局間での協議が加速していることを踏まえて、懸案の早期解決を図ることで、改めて一致をした今回の会談では、結果的に元徴用工問題について、 韓国側かから解決に向けたた具体策の提案はなかった模様です。これまで岸田政権は元徴用工問題で具体的な進展がなければ正式な首脳会談には応じないという立場でしたがそれでも今回正式な会談に応じたのはやはり北朝鮮による異例の頻度でのミサイル発射に韓国と連携する必要に迫られたからです北朝鮮による前例のない 頻度とそして対応での挑発行為が続いていてます、えー、さらなる挑発も、まあ、想定される中さらなる挑発すなわち懸念される7回目の核実験に北朝鮮が踏み切れば朝鮮半島の非核化は遠のき日韓にとっての安全保障リスクはかつてなく高まりかねませんですから北朝鮮をけん制するためには元徴用工問題を横に置いてでも 日韓の中違いを早期に改善したい事情があったのです岸田総理はこのほかアメリカのバイデン大統領とも会談しました政府関係者によると会談では今日行われる米中首脳会談や調整中の日中首脳会談についても事前にすり合わせをしたとみられるということですその中国をめぐっては岸田総理は李克強首相も参加する東アジアサミットで 尖閣諸島への中国航線侵入を念頭に、東シナ海では中国による日本の主権を侵害する活動が継続強化していると中国を名指しで批判、さらに台湾問題や香港、新疆ウイグルでの人権問題などについても言及しました。 関係者によると、李克強首相は会議の場で反論したということですが、岸田総理は日中間の懸案や課題について主張すべきは主張すると話していて、調整中の習近平国家主席との首脳会談でも、こうした問題を提起したい考えです。